こんにちは、三河ドルクスだぜのアルパキチです。今日は医療で3日目のもうお昼かな。昨日帰ってきて滑った転んだで飲んで寝たのが3時過ぎとかだったかな。そうだね。起きたのも10時過ぎ。ちょっとびっくりしたけどね。でも寝た時間考えればそんなもんかなと思って。睡眠はね、バッチリよくとれてるから、引きずったりしてることは全然ないんだけど。今日も、医療で3日目か。昨日が残念だったからね。今日はちょっとどうしても結果出したい。出したいって言ったって出ないのが、クワガタ採集の厳しいところなんだけど。こんないいね、絶景っていうか、雲はあるけど天気が素晴らしいんで、これで今からまた、昨日と同じく今からちょっとまた新発食堂でもね、今回野菜そば食ってきたんだけど、野菜そばうまかったね。優しいし、なんかで夜のビールもちゃんと買って共同冷蔵庫に入れといたし、カンピラ荘のね、泊まってるカンピラ荘の目の前のマンパチっていうスーパーに、去年買ったジーマーミ豆腐っていうごま豆腐がなかったからね、いや時期じゃないのかなと思って、俺そういうのも時期があるとか全く分かんないけど、あれなんだよね、なんか工事やっててうるせえんだよで、わかんないんだけど、今日たまたま違う、ちょっとタオルが欲しくてね、タオルが今洗濯しちゃったから、タオルが欲しくて違うスーパー八重っていうところに寄ったら、こっちにね、ちゃんとあったね。しかもこっちタバコも売ってて、なんかすげえ充実してた。なんか充実度はスーパー八重の方があるかも。そんな情報はどうでもいいのかもしれないけど、初めてね、これから来る人がいたらね、スーパー八重おすすめ。であそこにジーマミ豆腐あったから、もう今日の分の晩酌のあてはもう買っちゃったから、とりあえず家に持って帰るようで、明日の朝バチッと買い占めて全部 あれだけ買っちゃって、でも家持って帰っちゃおうかなと思って。去年もね、2個ぐらい持って帰ったんだけど、やっぱうまいんだよね、あれ。もっちりしてて。そんなことよりも、クワガタね。クワガタ取りたいね。今んとこ初日の豆クワガタと、もうオスかメスかもわかんないな。なんかほんと豆みたいなちっちゃいやつ。と、あと3センチないぐらいの、ヒラタか、先島ヒラタのメス。今日はバナナトラップでできれば先島ヒラタのオスを取りたい。八重の子もね、いればいいけど、バナトラにはあんま来ないっつってたから、あんま期待してない。それよりもライトでね、取れればなと思ってんだけど、ライトはやっぱ八重子、あくまでも八重子狙いで。で、今日ちょっとこの後、バナナトラップ見た後、ちょっと今日はもうロケハン、夕方までみっちり、ここだっていうところが見つけるまで、ちょっとロケハンするわ。ちゅうことで、ちょっとオープニング長くなっちゃったけど、行ってきます。
バナナトラップ、バナナトラップ見に来たけど、やっぱ昼間はダメだね。いくらやっぱ中高生が強いっつったって、やっぱ夕方から夜が一番多いんだろうな。今日ちょっと夕方もう一回見に来ようかな。夕方と夜中に来よう。あと2回来よう。何もついてないな。昨日はね、ゴキブリとか、一応まあ虫がついてたんだけど、今はもう何もいません。やっぱ明るくなってからより夕まずめから夜にかけてが一番いいのかな。まあライトの方もね、張り付いてなきゃいけないから、ライトやってる時間は来れないけど、とりあえずライトやる前とやった後も見に来ることに決めました。バナナトラップも不発じゃ帰りたくないよね。不発は嫌だね。てかガとゴキブリしか今のところ見てないから、まあ、とりあえずここ流してロケハンしよう。ロケハン。ね、今日ロケハン中なんだけど、まだここにしようかなっていうところを見つけた。ここ。ここに当てるか、直線距離で行ったらどうだろう。200〜300メートルかな。それかもう少し近そうな こっち当てるか。ここなんかすごいパノラマっていうか、すごい360度山に囲まれてる感じ。濃いよね。こっちの山でもいいんだよな。日当たりがめちゃくちゃいい畑になっていて、そこの周りが全部山っていう感じ。こういう感じで、ただあそこに天敵のスキがある。あいつがね、隠れてくれんとな。まあこればっかりはね、運なんで、まさしく好きに見放されるかとか言ってる場合じゃないぐらい結構追い詰められてて、今日の晩がもうね、ラストチャンスみたいなもんだから。
明日は今日早めに帰って午前中でバナナトラップ回収して帰るか、それか夜、仕掛けた数は分かってるんで、まあ取りはぐれのないように夜見ながらもう回収していっちゃうか。すんごいいい天気だね。めちゃくちゃ気持ちいい。誰もいないし、まあ農道なのかな。夜は多分用はないはずだから、ここならまあ人里からもだいぶ離れてるしいいんじゃないかな。裏内川が向こう側になるのかな、あっちになるのかな、裏内川、あれが多分向こうになる。まあいいや、ここでちょっとライト、まあほぼ決まりだな。他にもね、いいところ何か所か保存しといたんだけど、ここのがいいと思う。まあ200〜300メートルぐらいなら飛んでくるでしょう。この山が一番近いかな、距離としては。この辺狙ってみるか。もうダメならあれだな、もう HID ライトもう一個買おう。ちょっとパワーアップしないとダメかも。ちゅうことで、まあロケハンは大体ここで終わって、今からちょっと宿戻って、で一回休憩して、今日はオートミリンドは行かない、で初日行ったとこも行かない。どれか選択って言ってた、ロケハンしていいところがあったらそれにします。もうね、やってダメだったところ、まあダメじゃないけどね、特に初日のところは毎回先島ひれたのメス取れてるんだからダメじゃないんだけど、ちょっとカエルが多い。カエル、俺ね、世の中の生物の中で一番ダメな動物なんだよね、生物なんだよね。カエルがめちゃくちゃ多くて、11月の時はいなかったんだけど、もう今ピークだね、そこら中から出てくる。まあ、それだけがダメじゃない。まあまあ、カエルが嫌いってさって別に、殺されるわけじゃないから、棒で追っ払えばいいんだけど、でもね、やっぱ、せっかくなんで新しいところをやってみたい。新しいところって聞いたところだ、聞いただけでもう、ちょっとテンション上がらへん。西表島ってさって広いからね。まあここは気分がいいわ。風通しなんかめちゃくちゃいいし。島で一番高い山があの辺じゃないかな。あっちか。あっちかも。あれかもな。この画像だとさ、ちょっと距離感で、距離感がわかんないかもしれないけど、あれかな。あれか。あれだな、島で一番高いよね。せっかく八重子狙いに来たんだから、やっぱ、高いところ、少しでも高いところ、ぺったりでやっててもしょうがない。先島のシルエットのメスしか飛んでこないから。狙っていこう。ここちょっと最初当てて、もうダメならすぐこっちに切り替えていって、もう
時間ないから。それで行こう。決めた。今ね、車で通り過ぎようとしたらハブがいた。ここのどっか入っちゃったんだよな。うわぁ、ハブ見たかったんだけどな。あれ 100% ハブだね。まあ、先島ハブだから。毒の強さもそんなのないし、大したことないんだけど、どこ行ったんだろうな。隠れちゃったかな。いやー、撮りたかったな。ちっきしょう、この辺にいるんだな。ねえ、また見つけたら撮るわ。いやー、先島ハブ見たかった。昨日もね、路上横断するハブ見たんだけどな。今ね、ライトの設置がとりあえず終わって、ね、今時間8時。8時でもね、こんなに西の空明るいから。さすが、南西諸島って感じ。まだ全然明るい。まあ、今つけたばっかりだけど、まあ、うん。ちょっとこっから虫が飛んでくるのをいろいろ見てみよう。でまだ何にもつけないと思うけどね。まあ、つけたばっかだから。まあ、こっからってことで。今日ね、なんとか飛んできてほしいね。うん、まあ、経過見て、いろいろあれします。今ね、ちょっと地元の人が急に、見えて、で、何やってますか、こんばんはって声かけたらね、何やってますみたいな感じで。今ちょっと虫を取ってますみたいな感じ言ったら、やめた方がいいですか、迷惑ですかって言ったら、いやいや、まあそんなんじゃないんだけどみたいな感じで、すごい気さくなね、親子連れの地元の人が来てくれて、で、まあまあ危ないこととかね、やってないんで、なんとかやってもいいですよみたいな感じで許可をもらえたんで、なんで、まあこのままちょっと続行してやって、クワガタ飛来するの待ちます。クワガタなぁ、来ると思うんだよなぁ。今日完全防備だから。一応ブヨとかね、あの辺に刺さる時代だから、今日完全防備。まあこんな感じで、こんな入れ立ちで、わかんねえか。まあいいや。とりあえず虫はね、いろいろ集まってきてるから、いろいろちょっとやってみようか。せっかく地元の人が、まあ、ね、許可というか、やってもいいです、やっててもいいですよ、みたいな感じで言ってくれたから。うん、よし。じゃあ、クワガタが飛び出す時間、まだちょっと、後だと思うんだよな。まあ、ちょっと待ってみよう。今ね、10時を回ったんだけど、うん、ダメだね。全くクワガタ飛んでこない。まあ、月もこうこうとしてるしね。湿度でね、レンズもすごく曇っちゃうし、
当てるとこが悪いのかな、俺のセンスがねえのかな。めっちゃくちゃ天気いいし、めっちゃくちゃ天気いいね。星がすげえ。ここね、電気消すとね、本当に真っ暗になるんだね。もう星と月しか見えないぐらい。もう本当のプラネタリウムみたいな。まあだけどな、ダメか。まあコクは取りたくてね、ちょっとでも高いところっつっていろいろ考えながらロケ話したりいろいろやったけど、ダメなんかね。バナナトラップも一匹もクワガタ来てないしな。あ、そうそう、バナナトラップここをやる前に見てきたんだけど、何にも生物いなかったから、ゴキブリとかチョウチョやガもいなかった。まあ夜ね、ここ終わったら行くけど、あんまりあれならもう、いやでも一縷の望みを残すか、早朝回収するか、朝早く行って。朝早く行ってって言ったって、もう夜明けが5時とか4時半ぐらいかな。そこまで早くは起きれないからな。まあでもなんとかそれぐらいに回収しに行くか、夜明けぐらい。まあ一応今日これ終わったら、終わったらってもうなんか取れない手になっちゃってるけど、これライトトラップ一応11時ぐらいまでやって、ダメだったらもうこれ片付けてバナナトラップ見に行こう。とりあえず11時まではやるから、もうちょいもうちょい頑張ろう。今ね、ライトトラップやってたら、めっちゃ珍しいお客さん来た。あそこにいるんだけど、わかるかな、これ。これなんだろう、猛禽類に間違いはないんだけど、さっきからね、多分ガを取ってんの、ガを食べてんのかな。さっきからずーっとね、ここをね、ぐるぐる飛んでんだよ。なんだろう、小型のフクロウかなんかかな。これはちょっと詳しくないからわかんないんだけど、あれ、これこれなんだろう、なんだろうな、これなんだろう、わしとかじゃないと思うんだよな。あ、飛んでっちゃった。光やってたら飛んでっちゃったね。こっちにいるわ。気に映っただけだ。こっちに映った。なんていうあれなんだろう。眩しかったのかな。ほら、目が光ってる。ずーっと飛んでる。目が光ってるね。
なんか鳥って夜は飛ばないイメージがあるけど、こんだけ明るいと来るんだね、やっぱね。フクロウかな、ミミズク、なんだろう。近く行ったら逃げちゃうかな。まあでも猛禽類を見に来たわけじゃないから。しかも時間ももうすぐ11時。タイムリミットまであとちょっとだね。やばいね。まあいいや。っていう、珍しいお客さんが来たっていうことでした。これで11時過ぎたんでライトトラップ終了します。これ見えるでしょ、このこれ月こんな出ちゃってる。まあ近場だとね、こんなこうやってライトの方が強く感じるけど、やっぱ月に負けちゃうんだね。ちゃんと月齢とかも練り直して、もうちょっと考えが甘かったのかな。まあ一回これ片付けながらまた見てみるけど、多分クワガタいない。動画ねブイブイ動画だけ。あ、まあしょうがねえや、ミーがこの場所選んだんだから。まあでもまた先島平田のメス一匹取りたいがために、坊主を避けたいがために、あの必ず先島平田のメスが一匹取れるところ、あそこを行くより攻めたんで、まあ得るものはあったと思う。まあライトトラップまだそんなに始めてね立ってないけど、まだまだ学ぶことが多いね。まあとりあえずここは撤収してバナートラップ見に行こう。バナナトラップ見に来ました。でもやっぱりゴキブリとかだね、ついてんのは。他のもねゴキブリとかばっかり。ゴキブリだよね、あれ。ゴキブリだよな。ああ、ゴキブリだ。チキショウ。出刻長いもんな。
流れてるけど大丈夫。あれゴキブリか。ちょっと待ってよ。この最後の1個、これも5機だね。5機ばっか、はあ、これ最後の1個だから、まあ今日小屋、ね、もう今日はこれで宿に帰る。明日朝朝一で回収しよう、うん、もうないからこれで。初日に撮れただけだね。はっきり言っちゃうと、まあでも2日目のね、大富林道はがっつりね、ガチで行ったんだけどね、ダメだったね。今日はもう安牌よりも勝負してきたから、だからまあこの勝負取らなかったけど意味はあるから、うん、大丈夫なんでね。もう早速風呂上がりにやってるけど、今日スーパーで見つけたマグロの刺身で、うまいんだよ。まあそんな感じで今日もクワガタゼロ。見た校長が動画でボイボイとか、バナナトラップもゼロ。下手なんだね、下手くそなんだね俺がね。まあしょうがねえや。今回のは大事にブリードするけど、今回のはちゃんと取れるといいな。オスが取れればね、まだ生きてるから、11月に取った先島平田のメスだ。あれもう一回、まあオスなしで追いかけなしでブリードしてみるけど、3メスで果たしてどれぐらい取れるか。まあこんだけね、気温が上がって、これも言ったら夏に取ったワイルドだからね、持ち腹あると思うんだよね。まあ、そんな感じで今日も残念な結果だけど、まあ明日朝ちょっと早く起きて、早く起きてね、
バナナトラップ回収して、で、自宅に発送する荷物を梱包して、でそこから昼にはレンタカー返して、昼過ぎに石垣島に戻る。でちょっとブラブラしてね、時間またあるからブラブラして、で飛行機乗って帰ります。まあ明日回収するだけだから、まあね、絵が撮れるかどうかわかんないけど、まあこれが最終日、まあ実質の最終日ってことで、3日間お疲れ様でした。まあなかなかねタフな感じだったけど、また来るわ、絶対また来る、絶対撮ってやる。チャマルも見たいし、11月かな、またでも今年裏年なんだよな、だからチャマルの発生は少なくて、もう見れない確率の方が高いかもしれない。まあだけど来る価値はある。ライトももちろん持ってくるからね。11月にライトトラップ。また去年みたいに先島ヒルズ取れるかもしれないからな。まあそんなとこかな。じゃあ今日は。まあ、不甲斐なくて申し訳ない。お疲れ様です。